え、もしかして美代子？高い声が私の耳に入った。まさかそんな。あら、やっぱりそうだ。美代子、久しぶりじゃない。手を振りながら買い物をする私たちに近づいてくる男女。それは私の姉の真代と、かつての私の婚約者だった正幸だった。姉さん、なんでここに？あら、言わなかったかしら。あの人、向こうから転勤になってね、近くの高級タワマンに住んでるの。それに比べてあんた貧乏そうね。そう言いながら真代は私の夫の信孝の姿を上から下まで見る。確かに真代の目から見たら、作業着姿の信孝はそう見えるのかもしれない。ところがだ、タワマンというとこのモールと駅前の中間にあるあれですか？え、あのタワマンは私のですが。さりげなく、実に当然のことのように信孝は言った。今何て言いました？いや、この市でタワマンって言ったらあそこしかないですよね。だったら私のですよ。どういう意味？言葉の通りですがね、うちが昔から持ってた土地の一つにそういう話があって建てたら、思ってもみない売れっぷりで、おかげで土地価値が上がってしまって税金が大変ですよ。信孝はそう言うと、二人を我が家のある農場へと誘った。そして車に戻るが早いか、すぐ自宅に電話をかけた。あ、もしもし母さん？俺だけど。そう、とうとう連れたから、例の作戦を決行だ。どうやら、私の知らないところで何かが起こっているらしい。私の名前は、沢渡美代子。4歳上の夫の信孝との間に2人の子供を持つ専業主婦だ。今は農場を営む一家に嫁ぎ、幸せな日々を送っている。だが今の夫と結婚するまでの私の人生はいつも何かしらを奪われる毎日だった。私は3人姉妹の真ん中に生まれた。3歳上の姉の真代は小さな頃から可愛くて、手先も器用で頭の回転も早い両親の自慢の娘だった。特に何もしなくとも成績も良く、小中学校ではいつも花形。一方私はといえば、真代とは似ても似つかぬ地味な顔、中の中の成績。母はいつも私に言っていた。あんたって子は地味だしパッとしないし、何も着せがいがないね。そう言っては真代だけに新しい服をどんどん壊れるがまま、無条件で買い与えていた。私は発育もあまり良くなかったので、服は真代のお下がりを常に与えられていた。小学校は私服だったが、クラスのみんなからもいつも派手だねとか、なんか似合わないとか言われていた。なんで似合わないものを着てるの？と聞かれることも多かったが、それしかないからとは言うのがなんとなく嫌だった。だがおそらく友達も親から何か言われたのだろう。やがて口をつぐむようになった。勉強にしても父はため息をつきながらよく私に言っていた。もう少し勉強もお姉ちゃんを見習ったらどうだ。そうは言っても小学校高学年あたりからは宿題だけではなく予習復習もきちんとしていた。自分が鈍いことはよく知っていたからこそ、できることはきちんとしようと思っていたのだ。だからといってすぐにいい成績が取れるわけでもない。私はため息ばかりつきながら育っていき、やがて進学の時期。お前は高校までだからな。すっぱりと父に断言された。え、なんで？真代が都内の大学に行きたいって言うしな。お前は大した成績でもないし、別にいいだろ。私たちの年の差が問題だった。3歳差ということは、ちょうど進学時期が重なる。費用も一度に2人分がかかってくるのだ。その結果、高校も真代は望んだ私立に行き、私はひたすら公立。
その後、マヨは大学は都心の私立へ行きたいと言い出した。都心なんて飛行機の距離だ。しかも物価も段違い。そんなところで一人暮らし。そうなれば私にかける費用を削ることはもう両親の中では決まっていた。むしろ早く働きに出て家にお金を入れろという意味だったかもしれない。そしてそんな私の姿を四つ下の末の妹の小夜子は何も言わずじっと見ていることが多かった。ため息ばかりの毎日の中では格別したいと思うことも浮かばず、私は高卒で地元の農業系の協同組合に就職した。基本的には事務員だ。しかも地方も地方、相対する人々もシャレッケとは無縁。昭和の雰囲気を未だに背負っている部分もあれば、妙にハイテクなところもある人々の相手は毎日が単調だが、私には合っていた。まあマヨだったら死んでも嫌だと言いそうなところだ。そして気がついたらサクサクと7年が経ち、結婚の早いこの職場ではわずか25歳で私はベテランの域に入ってしまった。そんな時に唐突に一人の男性との出会いがあった。若い同僚から誘われた合コンで、取引先の営業社員だった正幸と出会ったのだ。私たちは意外にも話が合い、それからすぐに交際を始めた。本当に信じられないほどに付き合いは順調で、1年経たずにプロポーズ、その半年後に結婚の予定だった。だが結婚の話が進んだあたりで、大学卒業後に都内の企業で勤めていたはずのマヨが仕事を辞めて地元に戻ってきた。ああもうあんな会社やってられないったら。まあまあ、あんたがそう言うんだからそうなんでしょうね。疲れただろ、ゆっくりしていればいいさ。そうやって両親は毎日毎日何もせずゴロゴロフラフラしているマヨにお小遣いをあげたり外に連れ出したりと、実に楽しそうな日々を送っていた。そんなある日のことだ。何あんた結婚するんだって？ええ、そうだけど。ふーん、どんなやつなのか一度お姉様が見届けなくてはね。そう言ってマヨはニヤニヤと笑う。そんなこといらないわよ。はあ？あんた姉の言うことが聞けないっていうの？そう言っては私の髪を掴んでほっぺたを強く引っ張る。結局マヨは結婚式場での話し合いの場についてきた。いろんなことを決めなくてはならなかったのに、その日の正幸はどこか上の空、なんだか嫌な予感がしていたら、それから数日後にマヨは私に言い放った。正幸さんは私がもらうからねと。そんな、もう結婚が式場も決まっていて。そう私が言い返すと、今度は両親がマヨについた。ああ、お前でなくマヨにすればいいだけじゃないか。そうそう、両家自体は変わらないんだし、まだ招待状も出してないんだしね。言っていることの意味がわからなかった。私からも費用を半分出している結婚式をそのままマヨと正幸に使おうというのか。私は正幸を問い詰めた。自分にしては珍しいまでの勢いと激しさで、ごめん、でも俺責任取らなくちゃ。どうやらマヨから誘われて拒むことができなかったらしい。私は彼がそういう人だったことにショックを受けたが、それ以上にマヨが許せなかった。だが許せないからといってこの時の私には何もできなかった。何より両親がマヨに一方的な肩入れをしている。そうなったら私にはお手上げだ。だったらもう捨てればいいのに。その頃地元の大学を卒業した小夜子は私に対しボソッと言った。ミオネ、ずっとここにいる必要なんてないよ。ここにいたってミオネは奪われ続けていくばかりだし。その言葉が私の何かを変えた。そうか、別にここにいなくちゃならない理由はどこにもないんだと。私のことなら気にしないで、ミオネよりうまくやってるから。
そう言って小夜子は私の背を押してくれた。早速私は結婚が突然中止になったことを上司に告げ、退職の相談をした。上司は驚いて、その日までの一部始終の話を聞いてくれた。すると上司は退職ではなく転勤ではどうかと提案してくれたのだ。それまでの私の真面目な働きぶりと、様々なこの辺りの農家の人々にうまく対応する手腕はやめさせるのがもったいないと、私はその申し出をありがたく受け取り、彼らの結婚式の前に身の回りのものだけを持って引っ越しをした。一人暮らし、新しい職場でようやくあの家族から離れられて、私はようやく楽に息ができるような気がした。実家のあるしおりはやや小さいが、それでも引っ越し先はこの辺りで大きな地方都市だった。気が楽になったせいか、以前より同僚たちとの付き合いも多くなった。そしてまたもや合コンがあったのだが、私はもう結婚の話はこりごりだという思いだった。だがあくまで付き合いで言ったのだけど、今回はあんたをぜひにって言われたんだからね、と同僚は言ってきた。この時の相手は近隣農家の跡取りたちだった。農家の嫁事情というのはなかなか厳しいらしい。そこで私のことが前から気になっていたという今の夫の信孝と引き合わされた。あくまで取引先として顔は知っていたのだが、それ以上のことは知らなかった。同僚の推しもあり、とりあえず付き合ってみると信孝は豪快で楽しい人だった。そして何度か彼の家にも連れて行ってもらった。うわ、すごい。と言ってもこの辺りでは普通だよ。広々とした大地のもと、半分畜産、半分畑をやっているということだった。この家の人々は人数も多く、そして実におおらかだ。とにかく行けば新鮮で、美味しいものを食べさせてくれ、常に笑顔が絶えない。そんな人たちなのだが、私がいつもどこかそんな家庭の様子に戸惑っているのを見て、さりげなく、本当にさりげなく、その理由を聞いてきた。こんなに家族がみんなして仲がいいのに驚いて、一気にその話に食いついてきた人々に、私は今までの両親やマヨの話をできるだけ淡々と語った。すると、なんだそいつは、姉も姉だが相手も相手だし、親も親だ。見捨てたのは正解だよ。そうそう、だからうちにおいで。私は自分が男に捨てられたことをずっと心の中で負い目に思っていた。だがこのおおらかな一家は、道理の通らない両親やマヨ、そして正幸に対しまっすぐな怒りを抱いたらしい。それですぐにうちにおいではどうなのかと思ったのだが、なんとなく私もはいとそこで返事をしてしまった。農家の嫁なんて大丈夫なのかと思う暇もなく、さてそこで両親にとりあえず電話で連絡を取ったのだが、農家と結婚、恥ずかしくて行く気がしないわと結婚式の出席も拒否された。するとそれを知った後の義母は私から携帯をひったくり、こっちもそっちの家なんか用はないからね、美代子ちゃんはうちの嫁にすると、実にすがすがしいまでの勢いで返してくれた。なんだあの連中は。ほんと、美代ちゃんはもう向こうには何もしなくていいからね。実は送金してたんですが、それを止めるとまた何か言ってくるでしょうか。そんなことまでしてたの。義両親は呆れ半分、怒り半分で何かを決心したようにうなずき合っていた。さやこは私へと連絡をつけてきて、式の日が決まったら教えてと言ってくれた。実際私の親族で来てくれたのはさやこだけだった。私もその後、さやこが結婚した時には両親と顔を合わせないようにしてお祝いには行った。ちなみに私は結婚後しばらくは共同組合の仕事も続けていた。というのも、すぐに農家の仕事に継ぐなんてことは無理と信孝にも義両親にも言われたからだ。もともとの体力が違うんだからね、あった仕事をした方がいいよ。私が共同組合にいることで
仕事の流れがスムーズになったこともあったという。それでもそんな日々は割とあっさりと終わりになった。子供ができたのだ。一人産んで1年経ってもう一人。なんだかどんどん産めそうな勢いに、私は仕事を辞めて育児と家事と経理の手伝いをするようになった。朝早く夜遅い農家ではあるのだが、常に誰かいる状態なので、街中で聞くワンオペ育児よりずっと気が楽だった。そして何と言っても美味しい食事。一度に作る量が多く、米も野菜も牛乳もとにかく美味しい。子供たちもよく食べよく走り回り、先に結婚していた弟夫婦の子供たちと一緒にのびのびと育っていた。信孝は地域の若い跡取りのグループの中ではリーダー格だったので、私もその集まりに参加するようになった。誰とも比較されず、両親の目もない場所で、私はようやく幸福を実感できた。そんなある日、久しぶりに二人で買い出しにと義両親に勧められ、私と信孝は二人でショッピングモールへ向かった。え、いいの？頼みたいものもあるしね、と送り出してくれたのは、普段あまり二人になる時間が取れないのを気遣ってくれたのだろう。この家族の優しさに触れるだけでも随分と救われているというのに。私たちはのんびりと車を出してショッピングモールへ向かった。この辺りまで来ると市街地という言葉が当てはまる風景が見えてくる。そして頼まれたものやら何やらを2つのカートにどんどん乗せ、広いモールの中のんびり話しながら歩いていると、え、もしかしてミヨコ？高い声が私の耳に入った。まさかそんな。あら、やっぱりそうだ、ミヨコ久しぶりじゃない。手を振りながら私たちに近づいてくる男女。姉さん。私は小さくつぶやき、ぐっとカートのハンドルを握りしめる。いや久しぶり。横にいるのは正幸？それにしてはなんだか随分と老けてしまっているようだけど。姉さん、なんでここに？あら、言わなかったかしら、この人向こうから転勤になってね、近くの高級タワマンに住んでるの。それに比べあんた貧乏そうね。そう言いながらマヨは信孝の姿を上から下まで見る。確かにマヨの目から見たら作業着の信孝はそう見えるのかもしれない。私もまた普段着のままで来ているのだから。ところがだ、タワマンというとこのモールと駅前の中間にあるあれですか？不意に信孝が口を開いた。ええ、あれよ。あなたたちではとても手が出ないでしょうね。今あそこはよそから来た人たちにも大人気で、うちだって待ってようやく入居できたのよ。ま、遠くの農家のあんたには関係ないでしょうがね。え、あのタワマンは私のですが。さりげなく、実に当然のことのように信孝は言った。え、今なんて言いました？いや、この市でタワマンって言ったらあそこしかないですよね。だったら私のですよ。と、どういう意味？言葉の通りですがね、うちが昔から持ってた土地の一つにそういう話があって建てたら、思っても見ない売れっぷりで、おかげで土地価値が上がってしまって税金が大変ですよ。税金。そういえば経理の仕事を手伝っている時に、時々妙に高い固定資産税がかかっているものを見つけたことがある。うちの周囲の税金は大したことがないはずなのに、と不思議に思っていたら、そういうことだったのか。そうなんですか。ああ、そうだ、よかったらこれからうちに来ませんか？え、と私は信孝の方を向いた。え、よろしいんですか？そして急に目の色が変わるマヨ。おい、いきなりお邪魔だろ。何言ってるの？せっかくお誘いしてくださったのよ。行かないのは失礼じゃない。買い物はそこで中断され、私たちはお互い車を出すことにしたのだった。
車に戻った信孝は運転席に着くとすぐ自宅に電話をかけた。あ、もしもし母さん、俺だけど。そう、とうとう連れたから例の作戦を決行だ。何のことだろう。短くそれだけ言うと信孝は電話を切った。作戦？そう、まあいろいろと俺たちにも思うことがあってな。それにしてもあなたがタワマンを持ってたなんて知らなかったわ。まあな、保険のようなものだよ。信孝は私に説明してくれる。うちみたいなところでも農家は何かと自然次第でいろいろ大変なことになる。で、うちはたまたまあの辺りの土地を代々持ってたんだね。それでタワマンを建てたの？まあ半々ってとこかな。全部じゃないけど、外からやってくる人たちからすれば風景はものすごくいいところだしな。それは確かに、見渡す限り畑や山だったとしても、それがまた広すぎるほどなので、季節ごとに実に見応えがあるのだ。外から来たお金がある人たちにとってはいいのかもね。君も住んでみたい？私は即座に首を横に振った。私は今の家が一番いいわ。みんなもいるし、俺もだ。そう言って私たちは家へとまたひた走る。信孝はその間、私にとって驚くような作戦を伝えてくれた。そんなことできるの？我が家の結束力は君も知ってるだろう。それに計画したことを着実にするのもね。それは確かに。だが、バックミラーの中ついてくるマヨたちの車を見ながら、それでも本当にうまくいくのだろうかと私は考えていた。やがて自宅に戻ると、玄関先には義両親が、おやおやいらっしゃいと普段通りの、いや、いつも以上にいい笑顔で姉夫婦を迎えた。お父さん、向こうはいいんですか？この時間だと畑も牛も作業はまだまだあるはずだ。ああ、いいんだよ。大事なお客が来るって聞いてたからね。そのお客であるマヨは家に入るなり、キョロキョロと辺りを見渡している。通された家が思ったより広いのに驚いたのだろう。まあ実際広い。住んでいる人数も世帯数も多い。食事は一緒にするが、それぞれの家庭のスペースもあるのだし。いや、それにしても美代子さんのご家庭の方とは妹さんくらいしか会ってないからな。綺麗なお姉さんがいたなんて知らなかったよ。そう言って豪快に義父は笑う。その間、私はキッチンでお客に出すものを用意する。ああ、美代ちゃんは向こうに出ない方がいいね。え？まあしばらくはこの辺りで見てな。義母はそう言ってキッチンの椅子を示した。どういうことだろうと思いつつ、私は言われるがまま椅子に座って今の様子を伺っていた。座卓には義父と信孝が座っていて、姉夫婦には何もないですがと義母が前置きしつつ、作り置きの大学芋や芋餅を二人に勧めていた。そう、私が義母から示されたこの場所は向こう側の様子がよく分かった。そして向こうからは私が見えない。義父はビールを開けながら、そういや、うちのマンションに住んでるんですってな。あ、はい。お、そういえばマンションといえばな。義父は信孝に、あれ、あれだよと何やら合図をする。ああ、あれだな、ちょっと待って。信孝はそう言って今の戸棚から一つの封筒を取り出した。いや、マンションのことでちょっとあなたたち、というかお兄さんの方に見てもらいたいものがありまして。と言いますと？正幸は信孝の言葉に首をかしげる。これなんですよ。大きな書類封筒をそのまま渡された正幸は、中の書類を引き出そうとして手を止めた。代わりに取り出したのはアルバム台紙に貼られたたくさんの写真。これは？顔を上げた正幸の表情がこわばる。いや、防犯カメラに最近不審人物が映ってるって
管理人から連絡を受けてましてね。データを送ってもらったら、なんか見覚えがある人だったので、少々調べさせていただきまして。そのまま黙って、何枚もあるアルバム台紙を正幸はたぐっていき、とうとうそれをその場に取り落とした。何なの一体？え？誰だよマヨ、こいつは。うめくような声で正幸はマヨに問いかける。何なんだ一体？と思っていると、義母が黙って肩をポンと叩き、写真の束を私に渡してきた。え？私は大声を出しそうになり、思わず手で口を押さえた。そこにあったのは、見知らぬ男を部屋に招き入れるマヨの姿、窓の向こうに見える二人の姿、昼間ホテルに男と入り、やがて出てくるそれぞれの姿、などなど。どうしてこれが？内緒。義母はどこかウキウキした様子だった。そして再び視線を今へ向けると、正幸がすごい顔でマヨを睨んでいた。子供はまだいらないってずっと言っていたのは、こういうことができなくなるからなのか。え、そんなって、こんなの嘘よ、私じゃない。いや、お姉さんに用事があって来たということは、ちゃんと管理人から確認取ってるんですよね。焦るマヨに信孝が追撃をかける。それじゃこの他の写真は？そりゃあれだ。やっぱり良くないよな、浮気ってやつは。のんびりと義父がそう言った。せっかく妹の男を取ったっていうのに、あんたはまだ他の男が欲しいっていうのかい。しかもあんたいくつだ？確か三つ上だって美代子は言ってたね。美代子がこれを取らせたの？問題はそこじゃないですよ。ありがとうございますと、正幸は封筒を信孝に返そうとする。あ、まだいいですよ。中には必要になるかもしれない書類もあるし。え？正幸はそう言うと、中を再び覗き込み、一枚の大きな紙を取り出した。確かに、必要になるかもしれませんね。ちょっと待ってよ。離婚届、いきなり何？焦るマヨに向かい、正幸は低い声で淡々と話し始めた。あの時お前は、俺に責任を取って、ということを言ってたろう。生理が来ないって言って。俺は妊娠させてしまったと思い込んでしまったから、お前と結婚することを決意した。ところがどうだ？どうだって何よ？俺は酔ったはずみで、お前と関係を持ったらしい。俺は覚えていなかった。だけど形跡はあった。だから後のこともあって責任は取ろうと思った。けどお前は妊娠してなかったし、その後もなんだ。今は子供は欲しくないって言い続けて、お前いくつだ？俺と一緒だろ。四捨五入でアラフォーだろ。まだ35よ。人聞きの悪いこと言わないで。俺は一人の子供をじっくり育てたいっていうお前の言葉を信じた。だから一生懸命働いて、営業成績も上げて転勤して、それからあのマンションだってお前がせがんだから、空きを待ってローンを組んでそれで買ったんじゃないか。なのにお前と来たら、低層階なんてつまらないとか、いつもいつもいつもそんなことを言っていたのか。いい加減俺は疲れた。そう言うと、信孝が手際よく取り出したボールペンを手にして、さらさらと正幸は離婚届に記入する。ちょっと何を？そもそも結婚式の時も、お前の両親が勝手なことをしたせいで、非常識な一家だって誰も来なかっただろう。俺の両親すら。そんなことがあったのか。今の今に至るまで、親父もおふくろも俺を許してない。お前は義実家の面倒なことがなくて、嬉しがっていたがな。おう、そんな親不幸なことをさせていたんですか。それはまた、大変でしたな。弟の結婚式にも来るなって言われましたよ。顔を歪ませ、正幸は吐き捨てるように言う。老けて見えたのも、新郎のせいだったのか。俺はいい加減、この状態には嫌になっていました。なあマヨ、お前も俺のことはもう飽きているんだろう。
この様子じゃ。そんなことはないわよ。あなたがいないと生活できないからな。お前ずっと結婚してから仕事もしていないし。でももうどうでもいい。そう言うと正幸は財布の中から三文板を出した。そしてそれを離婚届の上にぐりぐりと力強く押し付け、そのままマヨの前に突きつける。ほら。嫌よ。嫌ならそれでいい。俺はもう帰る。ちなみに沢渡さん、この封筒は更新所のものですよね。ええ、所有しているマンションの安全対策のためにきちんと調べましたからね。きちんとした証拠だ。ありがとうございます。正幸はそう言うと軽く頭を下げた。かかった費用を後で教えてください。きっちり支払います。あとマヨ、お前には慰謝料を請求するからな。そんなお金ないわよ。唐突に突きつけられたお金という現実的な要求にマヨは動転する。それこそお前の実家のある町へ戻れば男相手にすぐに金も稼げるだろう。俺は今から忙しいからとっとと帰る。帰るって私はどうするの。妹に頭を下げて頼むんだな。それではと封筒を持ち、正幸はその場を立つ。そしてちらっと私の方を見ると軽く頭を下げた。ちょっと待ってよ。マヨは慌てて立ち上がると、せかせかと靴を履き外に出ていく正幸の後を追いかけようとした。だがそこはリーチの違い。本気で足を早める正幸にマヨが追いつくわけがない。私たちも二人の後をそっとついていく。待ってよ、置いていかないでよ。普段運動不足なのだろうか、靴のせいかマヨの足はもつれ、その場に転んだ。たなんとかそれでも立ち上がり追いかけようとするが、あ、うちの車は。今度は正幸の声が上がった。すると、おう、そこにあった車ならちょっと出入りに邪魔だったんで移動させてもらったぞ。ひょうひょうとした声が遠くから機械音とともに聞こえてくる。トラクターに乗った議定だ。え、じゃあ今どこに。あっちだよ。指さす方向、数百メートル先に彼らの乗ってきた車があった。正幸はそっちへ向かい、苛立ちつつ大股で歩いていく。それをマヨは息を切らしながらひたすら追いかける。だがその時だった。ワンワンワン、キャンキャン、ヒッ。うちの犬たちがマヨに向かって走り寄ってきた。何よこの犬たち。すみません、なんか見ないお客にはフレンドリーで。のんびりと外に出てきた信孝が声を張り上げる。下手に逃げるとどんどん追いかけてきますよ。だがそんな信孝の声もマヨの耳には入らないようだ。いや、やめてよね。マヨは決して犬が嫌いとかではなかったと思うが、外を駆け回る犬には免疫がなかったかもしれない。汚れるのが嫌いだったし、そして今いるうちの犬たちと来たらともかく常に農場を走り回っていて元気いっぱいだ。ちょっとあなた、正幸、助けてよ。正幸はその声にちらっと振り向くが、すぐに前に向き直り、ずんずんと自分の車の方へと歩いていく。ワンワンキャンキャン、犬たちはどんどん楽しそうにマヨに近寄ってくる。まあそうだ、楽しそうにはあはあ息を切らしながら近寄る犬も苦手な人にとってはモンスターのようなものなのだろう。そして私はそれをひたすら遠目で見つつ、やだ、やめて。マヨはそう叫びつつ足をもつれさせつつ、それでもなんとか今度は方向を変えて前に進もうとした時、再びその場に思いっきり転び、うひゃー、腹の底から悲鳴を上げた。何これ、臭い。ふかふかとした牛糞堆肥がこんもりと山になっている場所。発酵途中で差分その上はほかほかと暖かいだろう。おや、お怪我はありませんか、とのんきな義弟の声がまた飛ぶ。
倒れたマヨの上に2匹の犬が乗りかかってペロペロとその顔を舐めていた。だが放心したマヨはそれに対し声を上げる気力も失せているように見えた。まあそれはそうだろう。外出用にしゃれ込んだ服で全身一気に突っ込んだのだから。どれだけかけたのか知らないが、頭から顔から胸から腹から手足、一気に堆肥に埋もれてしまい、ついていない場所を探すのが大変なほど。犬たちが飽きることなく戯れて吠えつつも、ワフワフとマヨに体をすりつけてくる。畜生、仕方ねえな。呆然としているマヨを見て正幸は呆れつつ、なんとか車を出して近づいてきた。ほら行くぞ、こちらのお宅にこれ以上迷惑をかけるな。正幸の目から見てもあんまりなマヨのその姿に、さすがに黙って見ていることもできなかったのだろう。彼はマヨの服の中でも汚れていない布地を引っ張って、そのまま車の後部座席に放り込んだ。まあそうだな、横に乗せたくはないよな。それでも後々大変よね。遠目に眺めつつ、半ば同情する私たちに一礼すると、正幸は車を出しその場から離れていく。そしてその晩、マンションの管理人から連絡があった。いや、あれはひどい匂いでしたよ。そうですか、それは災難でしたね。しっかりハウスクリーニング代を請求してくださいね。当然ですよ、いくらここが畜産が盛んな地域って言っても、駅前に近いこのマンションはよそから来た慣れていない人が多いんですから。いや、もう今日は住人の方々も大騒ぎで、エントランスと廊下だけじゃないですよ、駐車場だって匂いが広がって大変だったんですから。スピーカーモードで聞きながら、私はにやりと笑う信孝の表情に半ば呆れで、何やらすっきりした気持ちになるのを感じていた。正直、自分が普段この環境で暮らしているから忘れていたが、確かに街中で堆肥に埋もれた後の姿というのはひどいものだろう。特に外見に自信を持っているマヨとしては、特に上層階の人たちからの苦情がひどいですからね。できるだけ早く対応するようにしますよ。そうですね、あ、多分その夫婦離婚する予定ですから、とっとと対応した方が後押しする材料にもなりますしね。ですよね、出て行ってくれるならその方がありがたいですよ。電話を切った時、その場にいた家族がグッジョブとばかりに指を立てていた。どうもこれは結構長い仕込みだったらしい。そもそも彼らがタワマンに引っ越してきたこと自体が、うちの家族からの誘導があったようだ。なんだかんだでこの地方の会社は農業と何かしらの関係がある。そして農家同士の連絡もまめだ。農家に来てくれた嫁である私の境遇を知った今の家族は、陰険な仕打ちをしてきた私の姉や両親のことを何かとチェックしていたらしい。そしてもともと所有していたタワマンについて、2階だけど中古で安くなっているという情報を彼らへと回していたらしい。タワマンという言葉にマヨが飛びつくのは目に見えていたという。まあそれでもいつ再会するかまではわからなかったからね。信孝は私にそう説明した。じゃあ再会したら実行するつもりで。そういうこと、と家族は実にいい笑顔を私に向けてきた。ついでに縁側に寄ってきていた犬たちもワンと一声立ててきた。ああ、もうこの人たちったら、私ももう笑うしかなかった。さて、その後、マヨは正式に離婚することになったと、サヨコから連絡を受けた。いや、もうひどいものだったわよ。サヨコは高笑いしながら、私に報告してきた。マヨが結婚して出て行った実家を、現在仕切っているのはサヨコと、その旦那さんだった。やはり、あの相手を変えて実行した結婚式というものは両親の評判を著しく落とした。そこを逆手に取って小夜子は、ろくでもない両親ですみませんという殊勝な態度で周囲を味方につけて、家の実権を握ることに成功していたらしい。そんなところにマヨがまた自らの浮気による離婚で
のこのこと戻ってこようとしたのだ。さすがに家に入れるわけにはいかないわよ。せっかくここまで親たちを締めてきたっていうのに、また寄生虫を入れるなんてたまったもんじゃない。小夜子は家には入れないという毅然とした態度を周囲に見えるようにとったのだという。いや、普段の態度って大事よね。それでマヨはどうしたの？知らない。慰謝料だって当人が払うべきでしょ。ああそうそう、そもそもマヨ姉が前の会社辞めたのも仕事ができないことと妙な色恋沙汰が重なったからだって。それは初耳だった。それからずっと専業主婦でブランクがあった上にまた浮気で離婚でしょ。やれやれ、どんな職に就けるんだか。もう夜の商売くらいじゃない？ああでもちょうど合ってるかもね。さよほとはいえ正幸も同じことを言っていた。ねえミオ姉、私さ姉さんを見ててイライラすることもあったよ。でもさ、実際そうなっても仕方ないほどろくでもない親と姉だったじゃん。ええでしょ。だから私は早いうちからみんなを反面教師にできたよ。おかげで今はうちの実権が私にあるし。そうなんだと私は妙に納得する。この先は安心してよ。こっちのことはもう忘れて、そっちでうんと甘やかされて幸せになって。うん、ありがとう。今度は私が遊びに行くよ。うん、待ってる。それからほぼ1年後、予告からやや遅れたが、約束通り小夜子が我が家に訪れた。姉さん、3人目おめでとう。そう、私はあれから3人目の子供を妊娠出産、今日はそのお祝いだった。ありがとう。小夜子も2人目ができたんだって？そうそう、うちはこのくらいにしておくけど、ミオ姉はできるだけ作るつもり？うん、ここだと誰もひいきも何もなく、のびのび育てられるしね。実際子供たちは子供たちで、大きな子は小さな子を世話しているし、小さな子も自分にできることはと日々何かを探している。私自身が両親のように育ててしまわないかと少しだけ心配していた。だけどこの場所とこの家族とならそんなことなく幸せにやっていける。私はそう思う。